札幌ドームは全然世界に誇れる施設だと思うけど。札幌ドームは今年6月、最終損益が過去最悪の6億5100万円の赤字となる2024年3月期決算を公表した。その原因はもちろんプロ野球、北海道日本ハムファイターズの本拠地移転だ。以前から殿様商売と揶揄された札幌ドームと日本ハムは条件面で折り合わず、日ハムは自前の球場エスコンフィールド北海道を中核施設とする北海道ボールパーク F ビレッジを札幌市と隣接の北広島市に構え、2023年から本拠地を移した。そしてその結果は明らかだった。札幌ドームは2004年度から2022年度までは年間のイベント開催日数はおおむね120日を超えていたが、日本ハムが去った2023年度は前期比26日減の98日、売上高は過去最低の12億7100万円まで落ち込んだ。札幌ドームの山川社長は、プロ野球をやらせてもらえないのでねと、想定以上の赤字を叩き出した企業のトップとは思えぬ軽い発言を繰り出し、札幌市民から大きな批判を浴びた。しかし悪いことばかりではない。札幌市が起死回生策として放ったネーミングライツ権がやっと売却でき、8月1日に大和ハウスプレミストドームに名称を変更した。だが前途は多難だ。札幌市は7月の市議会委員会で、2023年度から第三セクターの指定管理機関である2027年度までの5年間の累計で黒字を見込んだ収支計画に関し、黒字化は困難としていたからだ。札幌ドームに残された時間はそんなに長くない。不退転の覚悟でより一層の経営努力をすべきで、早期の巻き返し策が必要だ。そこでライバルであるエスコンフィールドの仕掛け人、ファイターズスポーツ&エンターテイメントの前澤健球団取締役に窮地に立たされた札幌ドームについて聞いてみると、意外な答えが出た。日本ハムが去った札幌ドームの末路。実は札幌ドームの歴史は建設計画まで遡ると意外と古い。1992年に日本がサッカーワールドカップの開催国に立候補したところから全ては始まった。札幌市はこの一報を聞きつけ、すかさず国内開催候補地に名乗りを上げた。ワールドカップの試合を札幌で開催することと、もともと市が計画していた全天候型多目的スタジアム建設計画を絡めようと考えたわけだ。1996年に入ると、札幌市は新スタジアムをサッカー専用競技場ではなく多目的使用を想定したドーム型競技場を建設することを表明。これはサッカー限定のスタジアムにするとワールドカップ終了後には赤字になることが必至であったため、将来的にプロ野球球団を誘致することを見込んでのことであったと言われている。こうして完成した札幌ドームはワールドカップ開催国内10会場の中で経営上の優等生だった。その理由は簡単だ。かつて札幌市が目論んだ通り、ワールドカップ開催後に当時東京ドームを本拠地としていた日本ハムファイターズが移転してきたからに他ならない。そして現在スタジアム運営をめぐる課題は各地にあるが、札幌ドームをめぐってはことさらに世間の風当たりが強い。それもそのはず、毎年200万人以上の観客動員力を誇る人気球団の日本ハムにみすみす逃げられたからだ。一応サッカー J1 に所属する北海道コンサドーレ札幌も札幌ドームを本拠地としているが、2週に1回1万から2万人しか動員できない J リーグの試合の構造上、日本ハムを失った穴を埋められる存在には到底なりえない。今となってはどうしようもないことではあるが、日本ハム本拠地移転かと報道され始めた当初から札幌市民の間では、札幌市は何が何でも日本ハムファイターズを手放してはいけないという意見は多かった。日本ハムなしで札幌ドームの経営が成り立たないだろうことは札幌市民であればほとんどの人が分かっているからだ。札幌市の中心部にあるわけでもなく、地下鉄の最寄り駅からも中途半端に遠い。ドーム周辺には他に観光施設があるわけでもない。この利便性の悪さを補っていたのはひとえに日本ハムの人気の高さに他ならない。ファイターズの試合があるときに行く場所っていうイメージだから、それがなくなると一体何に使っているのかなって。そう語る市民の声は冷ややかだ。
今年3月、前澤健氏は、本当に久しぶりに昨日札幌ドーム伺いましたけれども、やっぱり施設としては本当によくできた施設だなっていうふうに再認識しました。と率直に語った。世界でも唯一の野球とサッカー兼用ドームの札幌ドームは、野球で使用される場合は人工芝、サッカーではドーム外で育成されている天然芝ステージが使用時には屋内へ取り込まれる世界初の方式だ。前澤氏は付け加えて、僕は札幌ドームは全然世界に誇れる施設だと思うけど、本当にもったいないもん。多分このまま行ったらなくさざるを得なくなっちゃうんじゃない。と客観的に語る。エスコンの仕掛け役、前澤健氏が語る札幌ドームへの本音。前澤氏は札幌ドームと決別することになったことについて、当初から札幌市との間に考え方のズレがあったのかもしれません。札幌ドームはもともと2002年に開催されたサッカーワールドカップのために作られたスタジアムで、野球をやることを中心に考えられていなかった。プロ野球の本拠地になるのはもしかしたらといった感じだったのではないかと思います。と相当早い段階から両者の間にボタンの掛け違いがあったと語る。野球を見に来る人だけでなく、そうでない人も来たら楽しいんだよという仕掛けを作りたい。特に子供ですね。球場に来られない子供もたくさんいて、その理由はいろいろあるのですが、まず我々が解消できるのは経済的な理由だと思います。だから子供たちには経済的格差に関係なく見に来てもらえるような仕組みを作りたい。いろんな人たちをターゲットとして考えていますが、まずは親子で一緒に行動できる場所、親子が共通の目的で来られるような場所にしたい。そういう場所は多そうで意外と少ないと感じていますので。と新球場のコンセプトを明確に設定した上で、少なくとも私には札幌ドームでそれができるという発想はなかったです。と札幌ドームをバッサリと切って捨てた。しかし前澤氏はこうも語る。このエスコンフィールドがあるのも、このエリアがあるのも札幌ドームっていう施設がなければここはなかったんですよね。やっぱり忘れちゃいけない場所だし、20年間お世話になってファンの人たちもファイターズに対する愛着もあるけども、やっぱり施設に対する愛着もあるんで、20年のうちに日本ハムはリーグ優勝を5回、日本一を3回経験し、その間にダルビッシュ有、大谷翔平というスーパースターも生み出した。それらは全て札幌ドームが舞台だった。日本ハムにとってもファンにとっても言葉にはしきれない愛着があるのは紛れもない事実なのだ。このなんか複雑な心境をきちんとやっぱり人の力を持って解決すべきじゃないかと。人なんですよ。施設が悪いなんてことは基本ないです。札幌ドームのことを憎んでいるわけではない。だからこそこのまま施設が朽ちていくのは惜しい。前澤氏の切実な願いは札幌ドーム関係者の心にどれだけ響くだろうか。そして8月15日、エスコンフィールドに関したビッグニュースが飛び込んできた。来季から本拠地エスコンフィールドの内野天然芝エリアに人工芝を導入すると発表したのだ。導入されるのは、先だって大谷翔平が史上初の 50-50 を達成したローンデポパークなどでも導入されている最新鋭の人工芝、B1K だ。内野を耐久性の高い人工芝に変更することで、選手は芝の痛みを気にすることなくプレーでき、イレギュラーが少なくなることが期待される。なお、外野はそのまま天然芝を使用する。エスコンフィールドの建設段階から天然芝と人工芝のどちらを採用するかは議論されていた。これも仕掛け人である前澤氏は、ギリギリまでずっと検討していたけど、人工芝から天然芝にするのはなかなか大変。天然芝から人工芝にするのはわりかし技術的にそんな難しくないっていうことで、まずハードルが高い方をやってから今のような形になった。結果2年経って3年目からは人工芝っていうことに。と経緯を明かした。内野天然芝部分を人工芝に変更する理由について、今までは選手に気を使って練習してもらわなければいけなかった。人工芝になることによってほぼ自由に練習ができるようになる。と効果を説明。プレーへの影響については、跳ね返りがほとんど一定になる人工芝なのでイレギュラーもあまりないと思う。と語った。天然芝の場合入念な手入れが必要だったため、アマチュア野球での利用も昨年までは抑えていたが、
今後は少年野球の大会などの開催も増やしていく方向であることを明言。さらに前澤氏が一番の変更理由に挙げたのがイベントの多様化だ。音楽イベントなどで使用する機材を天然芝の上に置く場合は芝の損傷が懸念されていたが、人工芝であればその心配がない。芝のことを気にしないで使えることになるという意味では幅は間違いなく広がるとアピールした。つまり来年からエスコンフィールドではプロ野球がない日は高収益を誇る大物アーティストによる大規模コンサートもできるかもしれないのだ。エスコンフィールドが5大ドームに仲間入りする日も近い。コロナ禍も去り、これから多くのビッグアーティストがドームツアーと称してコンサートツアーを日常的に行うようになる。しかしながら本来5大ドームツアーであるはずが、なぜか札幌ドームだけが含まれていない場合が多い。札幌市民も非常に残念だという声が多く上がっている。例えば東京ドームのある広域首都圏であれば5400万人がその集客対象となるが、札幌ドームの場合基本的には北海道民510万人が集客対象だ。まさに桁違いの数字ゆえ、札幌ドームで5万人規模のコンサートを満席にするのは難しいというのが通説だ。その上、大手事務所によるとドームツアーというのは機材搬入のためにトラック100台体制で全国を回るため、札幌ドームでの開催となるとどうしてもフェリーによる輸送が必要となるため採算が合わないのである。そこで札幌ドームが考え出したのが新モードだ。最大5万人余りを収容する札幌ドーム内を暗幕で二分し、2万人規模のイベントに対応する運用方式で、札幌市が10億円をかけて設備を整備した。新モードはそうした実情を踏まえ、現実的な規模感と使い勝手を考慮した勝負手だったが、思惑通りに進んでいない。そして新モードが札幌ドームの迷走の代名詞とも呼ばれるようになった。初年度の2023年度は6日間の実施を目標としたが、自主開催イベントを含めて3日間にとどまったからだ。さらに暗幕は空間を完全に仕切るものでないため、千葉市の幕張メッセのような異なるイベントを同時開催する弾力的な運用ができないという弱点も抱えている。そしてそこへ来てエスコンフィールドも内野を人工芝にしてコンサートやイベントに乗り出すとなると、アーティストやイベンターに札幌ドームとエスコンフィールドどちらでやりたいかということになる。今のままでは当然エスコンフィールドに軍配が上がるであろう。エスコンフィールドにはすでに高収益を誇るビップ席や超ビップ席もあり、ここからコンサートを見たいという富裕層は後を絶たないからだ。つまり現在日本の5大都市圏で行われるツアーは、みずほペイペイドーム福岡、京セラドーム大阪、バンテリンドーム名古屋、東京ドーム、札幌ドームが通例だが、札幌ドームに代わってエスコンフィールドになるかもしれないのだ。そもそもエスコンフィールドはボールパークである。日本ハムの試合のない日であっても平日で約4500人、休日になると1万人規模が来場し、さらにその約3割を道外からの来場者が占める。なんといってもエスコンフィールドのある北広島市は、札幌市と空港のある千歳市、いずれも20分程度でアクセスできるという最強の地の利を有している。開業から約1年でプロ野球ファンに限らず多くの観光客が札幌に行く前に、空港に行く前にちょっと立ち寄りたくなる場所になりつつあるのだ。もはやエスコンフィールドは野球を見るための場所ではなくなっている。どんなコンサートやイベントを持ってきても大成功に終わりそうなのだ。ただ札幌ドームにこれから策がないわけではない。一定期間の運営権を民間事業者が買い取るコンセッション方式の採用を検討すべきという意見もある。これは現在札幌ドームの指定管理者制度に比べて実質的な民間経営の側面が強く、料金設定などで事業者の裁量が大きい。民間の創意工夫で現状打破が期待できるのだ。現に東京の新国立競技場は2025年から30年間 NTT ドコモなどのグループが運営をする見込みだ。全天候型施設である札幌ドームも可能性を見出す業者はいるはずだ。今の京セラドームのように民間の手腕で魅力的な施設に生まれ変わった事例もある。前澤氏の言うように最後は結局人なのである。
このまま巨大施設をいたずらに遊ばせておけば、札幌ドームが本物の負の遺産となってしまう。そこで皆さんは札幌ドームをこれからどうすればいいと思いますか？コメント欄で教えてください。